ベルマン帝国軍の老将校らに聞いた。村の人々が移送された南の鉱山地帯へ子供たちは向かっていた。と不安で胸がいっぱいの子供たちの前に、幻と思っていたそれがはっきりと姿を現した。ダメ。光る人影はその声と口調からどうやら少女らしいと子供たちは感じた。少女の正体や戦ってはいけない理由を尋ねても、少女は同じ言葉を繰り返しただけで姿を消した。戦い続けたことで固めた子供たちの覚悟は少女の言葉で揺らいでしまった。少女の警告で迷いながらも敵は襲ってくる。迷いながらの戦いは子供たちの心を弱らせていった。いつもあなたたちを見守っているから、もうすぐみんなを助け出せるわ。負けないで。そんな時、ラジオから繰り返し聞こえてくる声が子供たちを励まし支えるわずかな救いとなっていた。お元気？
そうね。ねえ。あのね。ごめんね。よし。大きく育てよ。よし。お手伝いする？任せて。どうだ。よし。楽勝さ。お手伝いする？任せて。楽勝さ。
私の番ね。何？来いよ。守らなきゃ。スイス
逃がさないで。子供たちが鉱山地帯へ向かう途中のことだった。彼らはぬいぐるみを抱えた少女が一人ベルマン帝国軍に追われている場面に遭遇した。追われていた少女はタラニスを見て絶句した。こちらの戦車も少女を追う敵だと思ったのだ。心配しないで。ねえねえ。戸惑いながらも少女は子供たちを敵ではないと判断し、タラニスを盾にするように隠れた。敵発見。攻撃開始。大丈夫よ。
子供たちは追われていた少女をひとまず聖者に保護した。ありがとう。やあ。よう。やあ。こんにちは。こんにちは。おっ。シーダは猫人が多く集められた収容所に家族と共に囚われていた。その収容所にいた少年が脱走を働き、彼女も一緒に逃げ出せたが、少年とは途中ではぐれてしまったらしい。収容所の詳しい場所は逃げるのに夢中だったのと、いろいろなショックであまり覚えていないという。子供たちは自分たちも家族を取り戻すために戦っていることをシーナに伝えた。危険な戦いになるかもしれないが、同行するかとシーナに促す。どうかな。
Thank you.
の体勢なのです。メーデン、これで大丈夫よ。照準よしなのです。
Thank you.
ましょう。子供たちは自分たちの家族がどんな扱いをされているのか気になり、